憧れて購入したカメラです。今でも感動です、しっかり動きます。キャパ編集部の菅原です。キャパはですね、カメラと写真の情報誌ということで、43年、続けております。最新 のデジタルカメラであったりとか、交換レンズであったりとか用品関係で、それから写真家さんの新しい作品とか、そういうのを毎月紹介している雑誌です。ものによった企画も多いんですけれども、やっぱり目的は写真というところで、いい写真を撮るためにはこんな道具を皆さん揃えましょうと、そういう提案をしている雑誌です。よろしくお願いします。では早速ちょっとカメラの中身をご紹介したいと思います。一つ目がこちら。いきなり大きいカメラが出てきましたけれども、これハッセルブラッドと言います。このスウェーデン製のカメラなんですけれども、やっぱりその北欧デザインってすごく綺麗な形ですよね。もうこれに昔若い頃がずっと憧れてで、ようやく買ったのがこの 500CM というモデルです。昔ビクター・ハッセルブラッド博士っていうのがいましてですね、でその人がスウェーデン空軍の依頼で空撮カメラを作ったんですね。でそれをベースに市販のカメラを制作したのがハッセルブラッドになります。この 500CM の M というのがですね、 500C のモディファイという形でも 500CM という名前がついています。これファインダーがですね、こうやって開けてで巻き合いを起こしてでこう覗いて撮るんですけれども、このファインダーの中のそのスクリーンを自分で交換しやすくなったのがこのモディファイ 500CM というモデルになっています。当然ね、これフィルムカメラ でかつ 35mm のフィルムじゃなくて、中盤の120とか240とかロールフィルムを使用します。フィルムバッグはこっちについてるんですけれども、そのフィルムをバッグを交換することで種類を変えてみたりだとか、フィルム交換してみたりとか。でこのハッセルブラッド、一応この形で、撮影できる、モデルになってるんですけれども、要は4点構成になっていて、このボディ と、ファインダーとフィルムバッグとレンズ、この構成で、一応撮影できるような形になってます。システムカメラですね。いろいろ交換して、用途に合わせて組み替えられるということ、です。昔はプロカメラマンの中でも鉄板カメラで、特に広告とかコマーシャル関係ですね、そっちのカメラマンはもうほとんど揃ってこの 500CM を使ってました。そのアシスタントがですね、いかにこのフィルムバッグ、で早くフィルム交換ができるか、何秒でフィルム交換ができるかなんていうのをちょっと競ってた時代もありました。これ慣れればですね、結構早くできるんですけれども、実はこれ急ぎすぎて失敗しちゃうこともあるんですね。そういう時にアシスタントの方が、その写真家さんにドアしつけられると。 500CM なんで500かっていうとですね、シャッターがボディの方じゃなくてレンズに入ってるんですね。レンズシャッターなんです。で、その最高速度が500分の1秒までということなんで、500という命名になってます。で、500C のモディファイで 500CM という形ですね。これが一応私がちょっと憧れて、当時高くて買えなかったんですけれども、中古で値が下がって、ようやく手が届いたということで、購入したカメラです。今でも感動です。しっかり動きます。壊れるところが少ないカメラなんですけれどもね、今でも愛用している 500CM になります。はい、じゃあ続いてはこちらです。おなんだまた同じじゃないかっていうふうに言われるかもしれないけど、同じじゃないんです実は。でこれはですね、ボディが、ハッセルブラッドの 503CX と言います。さっきの 500CM というのがですね、1970年に発売されて、実は19年間も製造販売されてたすごくロングセラーモデルなんですね。もうそこで完成度が高くなってたっていうのもあるんですけれども、新しいその機能、もう一回マイナーチェンジですよね、そういうのを施して登場したのが、1988年に出た、その 503CX ということになります。中のですね、その内面反射が丁寧に施されていて、大きいカメラってレンズも光量がたくさん入るんで、実はその条件によってそのハレーションが起きちゃうんですよね。ちょっと 500CM でそれを体験したこともあって、このカメラにすると改善するのかなと思って解体したということになります。合わせてでこれファインダーがね、こうやってこう撮れるんですけれども、ファインダースクリーン、これが、これ実は日本のメーカーのすごいところなんですけれども、ミノルタのですね、アキュートマットっていうファインダーが採用されています。でこれすごく抜群に明るいんですね。
こうファインダー付けて覗いてるときにやっぱりその明るい方がピント合わせしやすい、構図も確認しやすいというところがあって、まあ、そのファインダーが組み込まれた、まあ、これも交換式なんですけれども、まあ採用されたということでこの503CX を購入しました。で合わせてで実はそのこのいわゆるこれが普通の標準のファインダーなんですけれどもこう起こしてこう覗いて撮ったときにあの左右が逆像になります。物がこうやってこう右から左に動くとファインダーの中で左から右に動くんですね。でちょっと動いてるものはやっぱりその捉えづらいというところがあります。であと慣れないとやっぱ三脚に乗っけてあの構造をこう測るときにもフィルムで写った時の像、目の前で見てる像っていうのとそのいわゆるファインダーの像っていうのが全く反転してるんでやっぱりそこら辺もこう感覚的にねなかなか慣れづらいっていうのがあると思います。まあ、これはこれで慣れちゃうとねすごく使いやすいんですけれども軽いし合わせてそれを解決するものが売ってて何かと言いますと、こちらのプリズムファインダーになります。これ中にプリズムが組み込まれてですね、まあここから、まあ映像を拾って画像を拾って中で反射させて、ここの覗きの窓から見るというんですけれどもこれはあの、まあ、普通のファインダーってこう横から、まあ90度の角度からこう見るんですけどこれ45度の角度になってます。これこの角度すごくいいなと思ったのが三脚の上にカメラ乗っけてこうファインダーを覗いた時にこの角度すごく覗きやすいんですよね。かつこの角度で眺めると前 の, そのレンズの指標も見える。こう構えちゃうとレンズ見えないですよね。この角度だと全部こう、そのカメラのレンズの設定まで見える。これはすごく、ね、優秀な、ね、ファインダーがあります。これも簡単にこう差し込ん で, でフィルムバックつけて今ちょっとこれレンズついてませんけどこんな感じでこの角度でこの角度で見れるというね。これがすごく使いやすくてですねもう一回これちょっとあの手にしちゃうと、まあ、三脚つけた撮影では、まあ、まあほとんどこれ、用いた撮影をしていました。ただすごくねプリズムがね大きくてね重いんですよ。もうとてもじゃないけど手持ちでこう撮れるような、まあ、今レンズつけてないけどつけた状態で手持ちで撮れるなんてものじゃないんでねもうこれは三脚に構えて構造をしっかり決めて撮るという時に、使用したファインダーです。まあ、全然ねこのスタイルが変わっちゃうんですけれどもいきなり武骨になっちゃって大きくなっちゃってまあハセルらしくないかもしれないけれどもこれよくよく見てみるとこれもやっぱりそのスウェーデンの歩行デザインの良さっていうのは細かいところに表れてて、まあこれはこれで僕は好きだなっていうふうに思っています。はい、続いて4つ目はこちら、露出系、マガジンスライドでフィルムあとこの三脚のアダプターですね。こちらになります。基本的にあのハッセルブラッドはあのシンプルなシステムなので他にアクセサリーは何か必要というわけではないんですけれども持ってないと不便っていうものもあるんですね。であの、まあ、ハッセル基本的にあの全部あの機械式で電池も使わないカメラなんで、露出系がついてないです。でその露出系ですねこれ反射式の露出系なんですけれども、絞りとシャッターをこう設定して、まあ、緑のランプがつくとこれが適正露出みたいなねまあ、そういう仕組みなんですけれども、まあ、これは簡易的な露出系あまりその露出にシビアになって撮るカメラではないんでね、まあ、これぐらいのその、まあ、大雑把な明るさが速攻できるものであればまあ十分かなという気はしています。フィルムの、マガジン の, あのこう引き蓋があるんですね。実はこれすごく重要でこの引き蓋がないと全く動かないんですね。今これ引き蓋が入ってる状態ですけれども引き蓋が入ってると巻き上げてもシャッター切れないです。シャッターのロックも兼ねています。でこれがなくなっちゃうとあとそのフィルムのねそのバックの交換これ抜いちゃうと実はフィルムのバックが外れないんですよね、うん、で引き蓋がないともう撮影どころじゃなくなっちゃうんで、まあ、これも予備は必ず持っていくようにしています。それとですね肝心なのはやっぱフィルム5本収納できるやつなんだけれども撮影行くときにはこれが大体 2,3 個、カバンの中に一緒に入れてます。まあ、リバーサルフィルムであったりとか、モノクロフィルムであったりとか、まあ、ちょっとそういうのをね種類ごとにこのケースに入り分けて、持ち歩いています。で撮影し終わったやつは全部これ剥いちゃってるんで裸で剥き終わってロールになってるやつは撮影済みということで分かるようになっています。三脚の雲台にカメラを近づけすることもできるんですけれども、まあ、つけて撮影してで、まあ、撮影が終わって撤収して移動してなんていう時にまたそのネジグリグリやったりして大変ですよね、そういう時に便利なのが、このアダプターですよね、マウントアダプターみたいなものですけれども、実はこれあの市販品でもいろいろあるんだけれどもちょっと僕はそこにこだわりたくてこれも綺麗でしょ美しいでしょこれもハッセル製の、やつです。ベースのプレートボディの方につけておいてでここにこう差し込んで、2ロックですね、これで1ロックこれで固定という形になってます。優秀なのはこういう水準器が、2つついてます。最近 その三脚の上にこれついてるものもあるけれどもやっぱりカメラに近いところ水平が測れるというのはすごく便利です。
でこうカメラつけてみるとこんなに飛び出しているように見えるけれども、実にそのカメラの横に目の配りやすいところに実はこの水準器が見えるっていうね、まあ、これもすごく優秀な製品ですね。これも愛用しております。では5つ目のアイテムはこちらです。今までのご紹介した機材が入ってたバッグですね。これね、まあご存知の方も多いかもしれないけれども、ドンケという、メイドイン USA アメリカ製のカメラバッグです。でこれもですね、最初のモデルが作られてからもう多分半世紀近くは過ぎてるんじゃないかと思うんですけれども、これ F2 というモデル、まだ現行で売ってます。でまあ、人気モデルですね。でこれ F2 というのが、普通の F2 はこれコットンキャンバス製なんですけれども、これは F2BB というタイプでバリスティックナイロンですね、引き裂き強度に優れたバリスティックの素材を使ったものを僕はちょっと選んで使っています。でこれもう、大きさ的にもですね、これぐらいのコンパクトなんだけれども、さっき言った機材あとプラスレンズが2本ぐらい余裕で入っちゃうんですよ。見た目に比べてすごく収納力が高いバッグですね。お店で置いてるところもあるんで、よかったらこれ、気になる方はぜひ触ってみてください。でこのカメラバッグ何が優れているかというと、容量もそうなんですけれども、まずシンプル、ちょっとこれ開けてみますね。このベルクロで止まってるんですけれども、それを開けていただくと、まあ、こんな感じで、まあ、さっきの機材が、まあ、全部入っているわけですけれども、まあ、これはねちょっと別売です。僕は後から入れてます。自分の入れるそのカメラの大きさとかレンズの大きさに合わせて、仕切りのボックス、これを追加で入れてます。本体のまあ魅力ですね。仕切りが少ないんです。まずポケットの蓋もこんなに大きくて、ポケット自体も大きい。行っちゃうとここにデジタルカメラ入っちゃうんですよね。カメラが入るぐらいの大きいポケットがサイドに2つ。まあ、それから、ここも開口部が、まあ、フルオープンになってる、ポケットが2つ。もう手をもうズボッと入れて奥のものまで全部探し出せるっていう。まあ、なかなかこれだけ大きいポケットって、カメラバッグ少ないんですね。仕切りが細かくて、いろいろこう、メモリーカードを入れたりだとか、まあ、細かい用品、バッテリー入れたりとか、入れやすくはなってるんだけども、もうセル専用に作られてる、ポケットっていうのは実はあまり融通が効かない。まあ、これだったらもういっぺんにこうさっとこう何度も入れられちゃう。こうノート入れちゃったりとかね。何度も入れられる。これのその機能性の良さっていうのがあります。まあ、こういうそのドンケの思想というのもいいんですよね。もともとは創業者がですね、報道カメラマンだったんですけれども、まあ、その人が、自分のそのカメラを、入れるバッグで、いざとなったらそのバッグを、まあ、担いで走り出せる、そういうところを狙って作ったバッグなので、すごくシンプルで頑丈です。で、これが F2BB というタイプで、ただですね、これ実は腰がないんですね。まあ、そこはしっかりしてるんだけれども、くしゃってしちゃうんですよ。僕入れてるカメラがこう、基本的にはその四角いんで、なるべくその容量をこう増やしたい、隅々まで物を入れたいというところで、ちょっと工夫をしているところがあります。アクリルのボードをですね、ここで組み込んで、まあ、背面と側面ですね、ここで直立に入るように、仕切りを作っています。これ入れることによって、まあ、隅っこの方まで、しっかりそのスペースを活用できる。でかつ荷物が少ない時にこうやってこうくしゃっとこうちっちゃくなっちゃうのを防げる、こう開口部が大きく見えるっていう、メリットがあります。それと本来これってね、蓋のところのこの金具というのまで、まあ、こうばらけていって、でこれで締めて、でここでそこの方の輪っかに引っ掛けて、まあ、固定するというタイプなんですけど、これすごくね金属製で重いんですね。で、まあ、よくやっちゃったんだけど、ここでカメラとか当たるとね傷がついちゃうんですよ。でカメラ傷つくぐらいならいいんだけど、レンズに当たっちゃうとまずいですよね。まあ、そういうのをちょっと防ぐというところで、まあ、もう僕はねこれ取っ手代わりに使ってます。こんな感じで、これ実はまあ、こうした方がいいかなというふうに思ってはいたんだけれども、実はこれをやってるカメラマンがですね周りに何人もいて、あ、やっぱりそうだよなと思って、まあ、こんな感じでちょっと工夫はしています。でそれとこれあと純正ではないんですけれども、まあ、ショルダーパッドで、これもやっぱり機材全部入れるとかなりの重さになるんで、このショルダーパッドは別のものを使っています。でこれドンケでもあるんだけども、僕はドンケじゃなくてイギリスのビリンガム製、ビリンガムという、まあ、今でも売ってますけれども、そこのカメラバッグのショルダーパッド、これを入れてます。まあ、厚さの割にはしっかり肩に、ね、クッション材になって、バランスのいい、パッドになってます。まあ、何よりももうあまり無駄がない、入れたいものを入れたいところに収納できる、そして取り出しやすい、そういうのが、まあ、一番このカメラバッグの魅力かなと思っています。はい、ということで、ここまで私の、愛用カメラと、用品周り、バッグなんかを紹介してきました。
仕事でね、あのデジタルカメラ、使って撮影してる時のやっぱ反動みたいなものしかしたら僕出ちゃってるのかもしれないですね、フィルムを詰めて全部自分で決めて、シャッターを押す、なんかそういう楽しみが、こういうものを、通して体験できるのが、いいんじゃないかなと思ってます。皆さんもお家で古いカメラがあったりとか、これから購入するなんて方もいいかもしれないけど、ちょっと目線を変えて新しいものを手に取ると新鮮な感覚で写真が撮れるんじゃないかなと思ってます。で、新鮮な写真が撮れたらですね、ぜひキャパの方にご応募ください、フォトコンテスト、毎月やっております。4部門鉄霊もありますし、ポートレートも、モータースポーツも鉄道もやってます。そういうところで、撮れた新鮮な写真を、ぜひお送りください。また、写真の楽しみが、何倍にも、膨らむと思います。皆さんキャパの方にもご期待ください。では今日はありがとうございました。